ようこそ豚猫ゲームチャンネルへ。豚猫です。まずファースト、まずファースト、ロジスティックですね。前も結構やってた、デモ版からやってるゲームですね。セーブデータあるかな。ないな。やっていこう。カメラのズームと、なるほどね。よしよし。次がズーム。よしよし。押してるぞ。 A ボタン、 A ボタン押してる。 A ボタン反応しない。どういうこと。なんかね、コントローラーの調子がめっちゃくちゃ悪くて、今公式レイアウト、公式レイアウト、ここ適用、練習、あ、ボタン動いた動いた。よしよし、動きはいいけど、あ、よしよし、来た来た。よし、これ前と一緒だね。上路を運べと。デモ版でね、ある程度やったから。マップ開け。はい、マップ、あ、いや、オッケー。はい、オッケーですね。エディット、サテット、設計図があるよ。はい、設計図を、この設計図、はい。ガタ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 。はい、分かってるよ。こうして、よし、こう。おっと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 、よし、ちょっと早いな、ちょっと早い。ちょっとね、英語、日本語翻訳がないもんで、ローカライズされてないから、ちょっとその辺難しいかなって感じはするんだけれど、まあ、基本的に物を運ぶだけのゲームになってるので、今のところね、私がやった限りで。おっと、よし。で、次は、カゴを、持ってくるよと。オッケー。ん？アントラック、トラック、アントラック、どっちだ。トラック、トラック、アントラック、あー、よしよし。リス、リセット、リセット。よし。これを持ってこいと、向こうから。で、まあ、ここにあるから、じゃあ、どうしようかってね。さあ、こっから自分で考えよう。さあ、自分で考えよう。ということで、行って。反対にするには？こうじゃないね。反転させるには何かなかった。ああ。コピーじゃなくて。
っちに動いてても別にいいだろう。待て待て、早い早い。で、これをつけます。5ぐらいかな。まあ、2つあるから、とりあえず。よし、あ、届かねえ。届かないわね。3つ、1、2、3で、高さは、あー、よしよし。で、させるところが欲しくて、こうして、なんか思ってたんと違うな。色変えられるよ。まあ、とりあえず、試してみるか。落とすことからまず始める。ほっ。よし。これでいいや。そうだね。少ないパーツでうまく、絶妙に物が足りてないような気がする。待ってよ。これをここにくっつけちゃって。あ、ダメだな。ダメだな。ダメだな。
よしよし、いいぞいいぞいいぞ、これでよし、これでいこう、これでいこう、よし、大丈夫、運べりゃいいな、これ、ゆっくりゆっくり、最初は挟んで持ってこうかなと思ったけど、そうもいかないしね。でも、入れたらなんか物を入れるんじゃなかったかな。なるほどね、新しい設計図が手に入ったよ。で、今度はこれをこう持ってこいと。ちょっと一旦、設計図を元に作りましょう。重しが欲しいから。あー、どこかに回転パーツを挟みたいけど、これでどうやって作ってるか、こうして、こうで、かな？で、これでいこう。で、あと、あ、これね、もし後ろに、よし、はいはい、動かす部位をね、いいでしょう、なかなかいい設計にはなってると思う。ホールド X って何が？使い方が分かるのかな？はい、ジョブ。さあ、持ってこう。正直、そんなに、挟んだら、これでいいと思うけどな。ゆっくり行けばいい、ゆっくり。この辺危ない、この辺、おっと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 。
おう、いや、なんかみかんっぽいの持ってっただけでここまでやってくれるっていうのはすごいけどね。あー、はいはい、解きます解きます。鉄骨を持ってこいよ。黄昏れてるやついるぞあそこに。三脚を持ってこい。先にこっちじゃないかな。ここ2と、ああ、先にどっちだ？アクティブ。これも見ればいいか。で、アクティブジョブになってる。これをこうして、とかさ、地形がさ、こう。レンダリングでしょ。だからこの地形の先がさどうなってるかわからないんだよね。影が線でがあるからさ、これでいけるか。いけるだけ行ってみるか。これでどうよ。ちょっとあれだ、引っかかっちゃったかな。まずいな。あ、でもなんか、あーでもガクガク言うな。これし、いいか。あ、よしよし、オッケーオッケー、こうやって行こう。で、元来た道を戻れば安全かな。よしよし、トトトトトト、よし、今いいぞ、今いいぞ。大丈夫だ、大丈夫だ、落ち着いていけ、落ち着いて。おっとっとっと、あ、やばい、ずれたか。集中してちょっと黙っちゃってるから。
日本語ローカライズないのがちょっとね残念だけど、まあまあそれでもかで自分のこのなんだろう設計図を作って楽しむっていうやり方は、おっとやっぱこうカスタマイズしてね遊べるって結構好きな人はハマるかもしれない。そんな操作も難しくないし、コントローラーでできるし。え？もしかして立てなきゃいけない？三脚をね、向こうに持ってくのね、了解了解。ちょっと待ってね、パーツを購入しよう。よいしょ。この辺は多分いらない。これがもうちょい欲しいかな。あーで、そうだな、これも1個買って、リムーブ、おっと、これをここくっつけ、あーちょっと待って、一回これ消してここにつけて、間違えた、こうして、上げたことによってちょっとぶつかっちゃうかもしれないな。ぶつかっちゃうな。どうするかな。どうするかな。買えないか。これでこうか。こうしてこれで。
重しをつけて、よし、あ、いいんじゃない。これまた、どうしたもんかな。ちょっと、あ、でもいいか、いいか。しっかり噛んでくれないな。よし、ちょっと無理があるかな。車体バランス的にはこう持った方が多分いいとは思うんだよね。だからちょっとここ、この道はまずしっかり間違いだったかもしれない。急がば回るだったな。よし、よし、行こう。ちょっと失敗だな、この設計は。おっと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 、え、そっち側か。よし、ふう、150。ちょっと設計を変えたいね。ここを上げるのは多分いいんだよね、上げるのは。やるんだったら、まあ、開けちゃおう。とはいいや。やるならそうだな。こうして。ああ、行かないかな。ここなんかつけるってやつ。で、いやー、これはまずいな。どうしてもこの部分はもうちょっとね、スマートにならないからな。
とこれを購入します。後ろね、重くしたいのよ。ジョイントつけて、L 字が欲しいな、L 字が。逆の方がいいかな。で、ここで挟んでうまく調整してっていうような形を作りたいんだけど、ちょっとこれだとあれだな。逆の方がいいですね、これは。これでいいか。これ本当はこっちの方がいいんだろうな。だからちょっと待ってる。確か角度変えられたよな。どうだ？無駄にいろんなオプションがついてるけどいらねえな、こんな無駄にオプションついてる。このなんだ、この回転構造をね、もうちょっとなんか綺麗にうまくいけばいいけど、まあいいでしょう。すげえ回るな。いいね。次のジョブを、次のジョブを受けに行きます。
んじゃない？作業機械っぽくていいですね。あとはそのロバの足の幅を広げるとすれば、6輪でだいぶね安定性もあるんだけど、ここいけるかな。よしよし、いいですね。何を持ってけって？なんか重たそうだな。あれ？あ、間違えた。ここ間が、これじゃ動かない。これじゃ動かないよ。じゃないと。いっぱいかこれ。いっぱいか。行くのはそっちか。おっと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 。しかも上に置けと。よかった、こういう構造にしといて。よかったよかった。使用してるんだけど、これを外して、コピーってないかな？
バンパーだけどね、バンパーだけど、重しに。これでいいでしょ。あ、いいね。いいね。で、次のミッションは？ジョブこれか。このジョブはやったことあるよ。デモ版でやったことある。後ろにね、この棒の突っ張りがあることによって、うわー、ちょっと待って。突っ張りがあることによって。これにくする。前に設置してもいいよな、これ。デモ版もっと角度急じゃなかったような気がする。気のせいかな。あんな難しかったかな。確実に後ろに倒れるってことは今のところないから、変えてもいいかもしれない。難しいな。どうやって持ってったっけ。の幅をもうちょい狭めるか。コピーみたいにすればいいのかな。コピー、あ、増えた。あ、いいですね。まあ、いいえ、とりあえずこれ切ってで、なぜかこれやっちゃうんだよな。4つあるうちのこれをこうしてこうしてこうして、ちょい狭めるか。いいことはないな。で、一個つけるでしょ。で、一個つけて。悪いかもしれないけど、角度合わせて、この部分だけを
手を持つってできるかな。はい、よし。お、いいぞ。お、いいぞ。よしよし。あ、ちょっと重たいけど。なんとかいける。あ、よしよし。重たいけど。坂になったら問題ないからな。怖いな。ビク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 。運搬の鉄則、なるべく水平に、そして地面にこう平行に。特にすりながら言っても、こう納品でこうなんたらかんたら言われるような代物じゃないし、まあ、そんなこと言うんだったら手で運べって話ですね。問題はこの先この重たいから進めるかどうか。デモ版はここまでだったね、前回。これを運んで終わりだったんです。ダメだね。登りきれ、登りきれ、いっちゃい、いっちゃい、いっちゃい。よし。これは？ちょっと困るよ、そういうこと。俺は困るんだが。スイッチを下げたわけでしょ。音が。よし、行け。ふう。いや、一仕事したって感じだったな。ああ、お、なんか新しいのゲットしたぞ。バギ？ん？何？新しい仕事が入ってきたね。
先にちょっとバギーをちょっと見に行こうか。バギー、おお、新しいパーツは、あ、タイヤか。タイヤとカーブが手に入ったね。で、今度はこのバギーをベースにしてなんかいろいろ考えていけばいいかな。すごい、これどう見たってあれでしょ、いや、バンパーとかこういうとこにつけたくなっちゃうでしょ。どうよ、真ん中にもつけてやろう。どうよ、うわすげえ、タイヤでっけえ。わお、あ、たこれに、要はさっきの、やべ、さっきの設計図、これに新しくもらってるからな。こうして、こうして、真ん中にするには、ここじゃない方がいいな。バランスを取るためにここにもこうして、バランスを取るためにね。あれ、待てよ、こうね、よしよし、こうじゃあな、ここは、こっちとくっつける。早速もう足りてないな。あ、もうここにあるやつ使われちゃってるのかな。これを2つ購入して、6ぐらいある。なんだ？いいかな。うわ、がつい。よしよし。カブトムシというか、こうね、クワガタというか、いいでしょ。いいね、いいね。で、こうやって伸ばせば。下の方まで持てるからね。よし。
よし、もう怖いものなしよ。これ保存して、セーブしとこうか。セーブ、ああいいね、セーブしたぞ。ついでにこっちもセーブしとこう。はい、セーブ、よし。さてと、何、パラソルを運べ。あんま行ったことない地域とか出てきちゃった。簡単な仕事拾いますかね。どっちから、そっちからか。簡単な仕事じゃねえか、それ。でもないか。幅が。幅が足りない。もうワン、幅が広がる方欲しい。もうここまで来るとなんかあれだな、こっちを使った方がいいような気がするな。これをコピーして削って、で1個増やして、これで1個。さすがにこれでいいだろ。
で、よし。持ち上げた後に下のこのなんだろう出っ張りを出すオプションがあった方がいいかもしれないな。すげえ、もう安定性が楽しいなもうバギーを改造して作ってこれ。待ってる。あ、バンパー持ってない。バンパー。余っているかな。これは1個欲しいな。これを1個購入して、とりあえず2個購入して、タイヤがあるでしょ、タイヤが。このタイヤの部分を、外してしまうのもったいないな。この構造を外してしまうのはちょっと、ああいうのがコピーしとかいいんだ。これ外してからポン来て、後ろから持ってくればよかったな。
まあ足りる？よし、で、待っちゃおう。コピーして、ん？違うな。あ、こっからコピーで、あ、間違えた。あ、やべ、やっちゃった。これちょっとわからないな。あ、やっちゃったね。やっちゃったね。間違えちゃったね、ボタンをね。あ、ここにあるわ。ロードっぽい。で、ここの部分はちょっとさっきのね、仕事の関係上残ってて。消して、これも消して、これの、ここから駆動するようにしたいんだよね。で、これコピーして、消して OK して、あ、待ちボタンを間違えた。消して、これをコピーして、消して、ここから消しちゃおうか。で、下やって、これをして、こうして、こっちも。なんか物が置いた方がいいかな、先に。これでここにこれ置いて、これをこう置きたかった。なんかなぜかこう横からになってるな。こうじゃなくて、違うね。ああ、違うんだよな。多分最初から作った方がいいかな。で、これか？こうか？ん？なんか違うの？
これか？こうか？え？他にカーブしてるのないもんね。で、サスペンションローラーとかつけるか。サスペンションになってないけど。どやー、これでプカプカしないでしょ。で、最初にこれで、まあ、つかみます。これでつかみます。つかみました。持ち上げました。で、そしたら、こいつを前に出して、で、こいつを引っ込めて、で、まあ、これを下ろすとなり、まあ、角度をつけるとして、で、ここで挟んでしまえば、おそらく大丈夫でしょうという、素晴らしい設計だったね。いい設計になったね。ちょっとあれだな、うん、後ろがやっぱりタイヤの後ろがちょっとあれだよね。設計図セーブしとこう。タイヤが残ってんだよな、4個。お、やべ。
戻すの、こっちか、これで、あー、これで足りないのか、まあ、じゃあしょうがない、これでいこう。残ってるかな、残ってるんだったらまあ使った方がいいよね。補助ローラいいね、いいね。左右に横転しがちだな。まあ、課題は残ってるけど、いいじゃないか。小回りもいいし。素晴らしい。ちなみにこれはなんか行ったことない地域は多分マップをアンロックしなきゃいけないんじゃないかな。どっちが近いかな。下、あー、下メールボックスが下に来てるから下を目指すか。おい、あ、なるほど、そっち行っちゃうのね。下のサイドジョブの方やった方がなんか良さそう。バケツ、ジャガイモ、ポテトね。陽気な曲が流れてくるな。イエーイ、バッテリーがないからいいやね。もしこのゲームバッテリーがあったらね、積んでたよ。山があるな。こっち側から行った方がいいの。
はなんかあのクレーンみたいな、もうちょっとなんか作業用クレーン、フォークリフトに今近い状態なんで。なるほど。あーすごい、この角度をしっかりと地面に設定進んでいる。あ、すごい、素晴らしい。かなり運転しやすい。これはあれだね、ちょっと物体の左右をちょっと広めに取るか、タイヤの幅を少し広めてみるか。今こう適当に焼きつけてみたけど、まあ、何もね、オフとしちゃって、これもいいや。ここはまあ、つけとこうか。で、これもつけて、タイヤが。幅を横転しないようにするにはやっぱりこうするべきだ。やっぱ後ろ広くない？のせいかな？なんか遠近の感覚が出る。ああ、よし。ちょっと広すぎたかな。この辺は難しいな。そうか、多分この作りになってしまうと、おそらくタイヤがね、フォークリフトタイプにすればいい。あー、でも結局後ろのタイヤも動いちゃった。これがいいかな、一番いいのでは。待った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 、これどうやって持ってきゃいいの。箱今回なしか。じゃがいも一個ずつ運ぶ？自分で箱作れって感じだよね、これもね。これをうまく使って自分で箱作れっていう感じがするよね。なるほど、やってやろうじゃないか。足りない。
今あるやつでなんとかうまく。いやー、だな、難しいな。運べないけど、なんで今拾えてない。まだ？動いちゃう。本当はこうやって固定したかったんだけど。はい、一個ずつ運んでみるか。箱っぽいのは作れなくはないんだけど、現状パーツがバギー用のなんかフレームパーツを使っちゃってるから、前が当たってるな。すごい難しいぞ、これは。運ぶのになんか3、40分かかるぞ、これ。コロ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 、やばい、これ坂で落としたらもう終わりじゃん。打ち上げあるかな。あんま固定されないな。合図が、合図がちょっとな、サイズがちょっとな。
あ、足りてない。あ、そう、足りてない。これじゃあ、消すか。ダメだな。あと1個欲しかったな。別のところから持ってくるって手もあるけど、まあめんどくさいから。これなら大丈夫だろう。ポテトちゃんと。で下がろう。ちゃんと持ってくんないな。なんかうまく持ててないな。これはですね、ちょっと難しいからこの辺で終了しようかな。多分ね、これはね、こういうこのハサミのやつじゃない方がいいかもしれない。挟めてないな。難しいぞ。間違えた。あ、結局そこかい。あ、なんか向こうに建物が見えた。止まれ。ポテトを運ぶのはこんなに大変とはな。
パワーが、パワー、パワー、伝達、伝達してない。よし、これはいい。しっかり掴んで、しっかり掴んでる。あ、やばい、あ、よし、いいぞ。1個でも運んだらちょっと設計を変えよう。運べない。では1個も運べないぞ。転がしていった方が早いかもしれない。でも前のこの四角のやつはあれあってよかったかな。割とドーザーじゃないけど安定してくれてはいるからな。来たぞ、来たぞ。それで出ないように祈りつつ。ああ、うん。この辺の確かいらないパーツだったな。ちょっと運び難しいぜ。
やっぱ1個運んだらもう終わりだな、今日は最終は、まあ、よし、掴んだ。では。まず1個です。とりあえず1個だけ運ばせてください。そうか、これ。落とすっていう作業もあるんだった。はい。よし。ああ、とりあえず今回はこれにて終了です。またちょっと、組み直して考えましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ちょっと難しいですね、この最後のジャガイモは。